8月30日の調整で降下時間が 9.2 から10カウントになったタオレンを紹介するよ。計略は更新号装式7発動時無力プラス7速度プラス80衝撃ダメプラス6式8時無力プラス6速度プラス60衝撃ダメプラス4。情報に至った理由は工場を取るのが苦手な高層系挙式7の大型計略のミスマッチゆえかな。更新発動のために少々早めに打つような場面が何度もあったから、今回降下時間が 0.8 カウント伸びたのはかなり大きく感じたよ。同枠を争う VC とは殲滅力か粘り強さどっちを取るか迷えるレベルになったかな。時代特殊な体隠すなり兵と相性の良い戦機耐えようと月の双剣を採用できるのもポイント。進め、進め。さてさてさて、流派発動、一の方、進め。地獄を経た武神有通の力、喰らい死ぬがいい。尽瘁大魔、新たな戦を見せてやる。流派が溜まったけど、ここで3を叩くと次の更新がずれそうと思ったからあえて少し我慢。流派犬井は降下時間が25から30カウントになる大幅情報修正を受けた今注目度の高い計略、あえてする上では30カウントは降下時間を把握しやすいからぜひ覚えたい。今回は39カウントで切れることが分かってるからここで戦ってるよ。地獄を経た武神有通の力、喰らい死ぬがいい。本番はここからだ。我が魂を銃弾に込め、この天下を守り通す。進め、放て。流派発動、三の方、放て。放て。
獄を経た武神有通の力、クライシュルライ戦機開発。新たな戦を見せてやる。流派発動。ニノカタ。相手が戦う顔してるからこっちもしっかりやるよ。連戦コードで奥義だけは隠しつつ、鉄砲のアクション噴射から縄文を守るために、四三話の計略を使って縄文前に鎮座。こんな感じで、殲滅力と効果時間を兼ね備えた計略になって、使い勝手大幅向上の一枚。今回は3試合やるよ。機材の力を見せてやろうぜ。今だ！なんの！静まれ！心配すんな、なんともねえから。静まれ！さてさて、我らの流派発動。ミノカタ、あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。地獄を経た武神有通の力、クライシュルライ。殺しに僕はやったらずなんかじゃない。静まれ。体が静まれ。心配すんな、なんともねえから。流派発動。三の肩タオレンは 2.5 コスの技巧を持ちやし、技巧が漏れるべきならこんな感じで早期に式流派3に入れるのも長所だね。忘れるかよ。
かな。さてさてさて、矢ごときに屈する我ら山の民ではない。何ぼーっとしてんだよ。殺しよ。我迷う今だ。やれ見やれ、これぞ神妙なる大岡裁き。者ども血祭りだ。北条五色の力結集させよ。天気解放。諦めんな。俺たち七つの大罪がいる限り。なんだ。殺し。終わらせるわけには。なんだ。僕は役立たずなんかじゃない。全機解放。殺しよ。僕は収まらぬか。心配すんな、なんともねえから。あんたの相手は僕だよね。この子には手を出さないでくれるかな。三の肩。地獄を経た武神融通の力、食らい死ぬがいい。三。僕は役立たずなんかじゃない。さてさてさて、終わらせるわけには。流派発動。二の肩。くらえ。
ン。本番は、うわなあ、くらえ。うわ大丈夫。なんの、うわくらえ。心配すんな、なんともねえ。矢の先に屈する我ら山の民ではない。龍波発動。一の方、私の言う通りにすればもっとうまくいくわ。くらえ。大丈夫、今だ。うわ、また無茶なんだよ。今だ。バカな。くらえ。邪魔だったかな。さてさてさて、くらえ。大丈夫、くらえ。龍波発動。一の方、我迷わず。本番はこれからだ。くらえ。大丈夫。矢の先に屈する我ら山の民ではない。石器解放。僕が成長した分だけ勝利が近づくんだ。アトアとカシノリキでタオレンを復活させるのを想定して相棒はメリオダスを選択。
得た武神融通の力食らい死ぬがいい。今だ。さあ、蹴りをつけようぜ。無茶なんだよ。こんな感じで常備力相手にもそこそこのダメージが入るのも合成計画のいいところ。もっと活躍できますように。心配すんな、なんともねえから。矢ごときに屈する我ら山の民ではない。最初邪魔だったかな。まま与えず一気に叩き潰すんだ。さてさてさて、何が来ようが俺の力で打ち破ってやる。ご視聴ありがとうございました。